ピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。走り込んできた、シュート、ポスト直撃、ゴール、なんてアートな。1点を先取しました。さあ、もう一度見てみましょう。スローインです。出た、シュート、シュート、ごっちゃんゴールか、キーパー正面。シュート、さあここからどう攻める、ハイボールを競り合う、シュート、素晴らしいゴールです。攻撃の手を全く緩めません。さあ、もう一度見てみましょう。スペースができている、取り損ねた、体を入れてきます、シュッ、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール、得点は3対0。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ、ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は3対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ、後半戦が始まります。これは危ない。
ター。オフサイドの網にはかからない。ファーできた。ハイボールを競り合う。これはオフサイドでしょう。ん？微妙でしたね、今。ワン、ツー。あくまでも勝利への。決まった！ゴール！エクセレントゴール！得点は3対1。さあ、もう一度見てみましょう。主審笛を吹いた。おっと、これはイエローでしょう。少しレイトタックルでしたね。これは演技じゃないですよ。本当に痛がってますよ。代わりの選手を入れるしかありませんね。後半20分経過。左へサイドチェンジ。これはファールです。中へ放り込み、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。これはミスキック。選手交代がありました。戦術という呪詛を解き放つようなドリゴル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 。得点は4対1。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。蹴り込んだ。彼は華麗なドリブル。果敢にスライディング、シュート。キーパー真正面。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。圧勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。